これやるよーチャンネル登録してじゃーどうも、ピエロリンです。さっき起きたんすよ、僕5分前ぐらいに起きたんすよ。テンションが追いつかないから無理やりやんなオープニングを撮ったっすよ。あー今のねなんか楽しくなってきたな。ということで今日はこのコースやっていきたいと思います。エブリトロールイズパーソナライズということで、いつもトロールは個人化されたみたいな意味ですかね。でこのコースは申し訳ないけど、もしかしたらやったことがあるかもしんないんだよね。まあ最近投稿してるからわかんないんだけど、もしやったことがあったらすいませんということで、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.87%。 まあもし見たことがあってもですね、見てくれてありがとうございます。あー起きたばっかりだからかな、なんかみんなにお礼が言いたくなってきちゃってる。あー開幕カフェ、勘違いするな。寝起きっていうのは風邪をひいた時みたいにちょっと弱くなってるみたいな感じだ。そう、この風邪にやられただけにな。不安な、今日もう収録やめた方がいいかもしんない。大体言葉が出てこない。じゃあここはさっさ右に行っちゃおう。そして上に進めませんね。そういや最近ね、語彙力がない時笑えるっていうコメントがあったんだけど、それめちゃめちゃ失礼じゃないか。僕マリオメーカー配信者の中でもなかなか頑張って喋ってる方だと思うよ。まあ面白いか面白くないかは別としてよ。だからそっちの方が面白いなら、僕は語彙力をなくして喋っていきたいと思いますよ。あっあえ、いや、ああ、いや、いや、いや、ただの変態じゃねえか。チュッチュッチュルチュルチュ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 ルチュチュチュルチュ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 。ここは靴を履きますよ。そしてこのブラパを倒して下に進むよ。そして土管に入ってゆく。でも魚に当たってゆくけれども、この先ガリガリくん。寝起き5分でやる実況じゃないって、もう疲れたって僕はさ。じゃあごめん、何もしないでいいのね。上のブロックを叩いたら魚が押し寄せてきた。だからこの状態で、音符を踏んで先に進めるんじゃないんですかね。なんか嫌な予感がするな、この場所に来たのは。この上にやっぱりやるな。俺のスタンスリスは渡さねえぞ。それで分かってる方はうすうす感づいてると思います。このコースやったことがあるね。これ上なんかあんのかな。いやいつもねこんな感じの実況やらせてもらってますけど、本当に視聴者さんたちに恵まれたなと思いますよ。本来だったらやったことあるコースとか別のコースやるよみたいなね、そういうコメントも来ると思う。でも意外とそういうのなくって、別の反応を見られると思うんで楽しみですみたいな、そういうコメントがね結構来たりするんですよ。もうマジでみんな優しくてさ、みんなどうした、お前は優しくないな、人の枕奪いやがって、当てろよ。だからそのみんなの優しさにあやかって、明日から1週間このコースだけを配信していきたいと思います。そしたら何人の方が見てくれるかな。明日からずっとこのコースなんだよ。分かってる分かってる。ドスンの裏にドアがあるんでねえの、この辺にドアとか、ほら。僕は全て分かって、天津飯食べたくない。意外と僕寝起きでもトーク冴えてんな。じゃあこのまま一旦右行っちゃおうか。それで大変。腹立つこれ。さあそろそろ中間ポイントあると思うよ。張り切っていこう。動画に入っていく。こっから中間ポイントはまだまだ見えないね。じゃあこのチタン渡っていくと、おっあのブランコ、あっあのブランコめちゃめちゃ面白いね。ああいう音された方は僕めっちゃ好きかもしんない。で僕ささっきからちょっと気になってることがあるんだけど、この右側何があるんかなみたいな、何もないかい。さあ戻ってきましたよ、爆笑ブランコゾーンに。どこにおっとけばいいんだろうな。あここ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 、ここだったら大丈夫だよ。連れてく、連れてくぞ。もう落ちるぐらいならすぐに左に渡っちゃおう。そしてあのちくわブロックの上に乗ります。乗れない、ちょっと待って、この落下自殺器具がまずいって。いやかわしたけど、あこれで右上に行けっちゅう感じかな。そして中間があるじゃねえか、ありがとう。さあいろいろあるけど、パウが消されました。これはもう僕行けないっていう感じですかね。右にも行けそうにないけど、一旦右行ってみる。そしたらこのブラパがやられますっていうことはない。ってことは残り一つ、この下が気になる。この左上なんて書いてるかちょっと読みたいんだけど、この上行けないのね。じゃあこの下は、僕に力を、神様。確かこの辺でパワーブロックが落ちてきたよね。このパワーを持って先に進む。でこのブラパーを倒せませんよ。これどっかチビになる。いやこれ当たればいいんじゃない。当たって。
もうおかしい。燃やせ。もう分かったもんね。このパンを持ちます。でこの場所でブラッパーを倒す。でカエルが出てきたけど、このカエル持ってっていいのかな。一旦このまま進んでってみようか。あー、カエルいるって書いてるよ。このカエルがないと多分この場所に登れなかったんだろうね。そしてこっからで左のダダダダダダディオー。隠しブロックを叩いたらすぐにドアに入っちゃおうか。多分上に今進めないと思うよ。でオンオフブロックがある。あれ叩く。いや一旦叩かないでいこうか。足場とかあって閉じ込められる予感がするんだよな。じゃあここでハテナブロックを叩いたらオンオフが変わります。よしよしよし。なかなか順調なんでねえの。でこの50個、このガリガリの中にオープンが隠されてました。だから急に跳ねてちょうどよくこの隙間に入れられるっていう仕掛けだろうね。うわーすごい。いいと思う。一旦左で逃げる。やぼうか。そのまま走っていくよ。おはははは。どこにありませんね。おほほほじゃねえんだよ。誰が僕をやりに来てくれるのよ。お前か白い両塚吉。そういやこの動画を収録する前に友達から電話がかかってきて、ラスクいるって言われたんだよね。うわめちゃめちゃラスク食べてーと思ってさ、いやでも動画も収録しなきゃいけないと思って友達に、ごめん今から出かける用事があるんだってちゃんと断った。僕を褒めてみんな。僕はラスクがめちゃめちゃ食べたかったんだ。でここは、レートン乗ってこの場所でジャンプする。なななななな、なんで一バスしかないの。いやおかしくない。ここ赤ブロック全部変わるんじゃないの。一旦あ何もしないでよかったんだ。でいつ変わんの。これ右まで行かなくちゃいけないんじゃないの。いや右まで行ったらワンちゃんあーうそーん、右を失敗でいいのかな。右を失敗したらオンオフが変わりますみたいな。オッケーオッケー、たったこんだけでよかったのか。で今のは何、何かに引っ掛けようとしたんかな。僕はそんなのには引っ掛かりませんよ。さあ下につかまっておいて上の様子を見よう。土管にすぐに入れっちゅう感じかな。じゃあすぐに土管に入っちゃおうか。枯れ葉。いや僕は枯れ葉なんかに興味はないで、世界中の葉しか興味はないよ。さあ見よ世界中の葉。逆世界中の葉。キモすぎ。今さドラクエネタやって思ったんだけど、僕腐った死体の声優とかなれそうじゃない。いやさまよい鎧とか結構かっこいい声出しそうじゃん。ヌシバみたいな。でも腐った死体とかだったらさ、ええいやゾンビ切りいやもうぴったりすぎてやばい。ここなんか出てきたよな。わかりました。ここは土管にひっついておけばよくないよ。もう3回目よ3回目。いい加減にして。多分すぐに上にジャンプすればいいんだと思いますよ。そしてこのカエルをかわしていく。カエルは出ないね。いやもう出ない。大丈夫、もう一回変わって出るとかそういうことはないよな。うわどうしよう、落ちて右を失敗か左を失敗か。いや上、いや右で行こうか。もう転生したい。やばい、面白い漫画作っちゃったかもしれない。ゲーム実況者転生して異世界で無双状態。そんな漫画ありそうじゃない。あ、これ一回やられろっていうことなんじゃないかな。あ、いややられる必要はなかったね。さあドアに入っていこうか。そしてここはメットを持っちゃって、うわどうしようか。これもう投げるしかないもんな。投げて。キノコ様。さあ残りはゴールだけですよ。じゃあちゃんとクリアしていきましょうか。さあキノコ様振ってきて。話が違うじゃねえか。なんかさっきと違うパターン持ってきてるっぽいよな。だからここで投げます。で上のキノコを取ればいいと思ったけどどっか行っちゃったよ。ありがとうキノコ様、僕の元に帰ってくる運命だったんだね。ジュリエット、君は僕に恋をしたようだね。さあ上に進んでいこうか。でここに行ったら魚が絶対出てくる。ボートが急に押し寄せてくるんじゃないの。来るな、来るなよ、絶対来るなよ。来いよ。待ってるのに。魚って言う準備できてるのにさ。じゃあここどうやって進む。あーなるほどね、ここでメッテ様が出てきて、このメッテでオンオフをして先に進めと。オッケーオッケー。さあ先に進めませんよ。出せ出せこのハエ野郎が。一回オンオフしようか。そして右側に行ったらもう一回オンオフは変わるから、多分この場所でとどまっておいたら大丈夫。あ、そのためにこの四角の場所に行けっちゅうことなんじゃない。そしてこのメットでまた右側に進む。もう一回この四角の場所行ってみようか。何もない。だからこれで先に進めるっちゅうことなんじゃない。で P スイッチは押す。うわ押していいのかな。もう押すしかねえよな。 P スイッチピンチ。ここさ P スイッチ押しても右に進めそうだったよな。だから押した瞬間右に行こうか。これで間に合う。で右の土管か、上は何、上のドアか。うわどっち行こう。もうこのまま上のドア行っちゃうか。もう考えてもしょうがねえんだこういうのは。
ピン押してきたじゃんか。ピュー、ピンスイッチを押して下の土管の方に行けっちゅうことみたいですね。でこっちのブロックは開きそうじゃないか。で土管は入れる。あーちゃんと入れるんだな。まあそろそろか、上行けなかったんだから。左の土管か右の土管を出すか。50コインはまだだ。こっちが正解。よし、絶対50コインの方入る。ピカー。いや僕思うんですよ、この場所に行っても先なんもなかったじゃん、来ても意味ない場所なんじゃねえかなみたいな。一気アップ一気アップ一気アップ、ワンアップワンアップワンアップワンワンアップじゃねえな、色だけ同じなんだよ。でオンオフをしてこっから左に行けば何か変わるみたいな。でもないか。であればですよ、この土管に戻る以外ないんだよな。そしたら上にあったブロックが開きますみたいな。オッケーオッケー、まあ大体そんなことだろうと予想はついてませんでした。さあ B ブロック早く消えてくれ。で右のさブロックがあるじゃん、あそこに線があるのがなんか怪しいんだよな。あそこバブルが落ちてくるとかそんなんなんじゃない。バブル来るのか。あどの辺で太陽がかさるんだ。右行った瞬間左か。太陽ちゃん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 、左がダメってことは右にダッシュしていいと思いますよ。でもあの氷のところまでは行かない、絶対バブルかなんか出てくると思うよ。あリフトが出てきた。でこのリフトに乗っていけみたいな、多分あそこ隠しブロックかなんかあったんじゃないかな。でスパイク右か左か上。うわどうじゃ、もう今度は上を出発だろ。ドアがよ何もないで警告。今やられた時さ、右か左どっちが正解だったか分かったっけ。うわ分かんねえな、とりあえず右を出発してみようか。これではは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 は、僕呪われてる。でもね、ここが終わればゴールだっていうことが分かってんだ。さあ姿を見せてくれ。ゴールもやったやったこんな感じのゴールとは全然思わなかった。絶対ゴール前でもまだ何回かやられる覚悟はしてたんだけどな。いやすごくゴール前は楽でしたね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、そり立つかね。ということで説明文にそり立つ壁を作ろうと思ったら間違えた。間違えるわけねえだろ。完全に確信犯じゃんか。でこのコース X の DM でもらった提供なんですよね。いやそり立つ壁じゃなくてそり立つ壁っていうのがめちゃめちゃ面白そうだなと思って、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.31%。 こういうさちょっとだけ趣旨を変えてくるのってめっちゃいいアイディアだと思わない？たった一文字変えるだけでよ、そり立つ壁じゃなくてそり立つ壁の方になるもんな。さあ始まった。本当にそり立つ壁の方になってる。じゃあ一旦このノコノコを投げてみようか。投げます。いやこれやっちまったか。これ投げたらいけなかったんじゃない？置いてどんどん右に進んでいくみたいな。一旦それでやってみようか。まあそんなに難しいコースじゃないと思うんだけど、これ最速が7秒なのよ。これ作った本人も最速7秒の人どうやってやったか分かりませんって言ってたもんね。とりあえず置いていきます。でここでヒップドロップすればいいんじゃない？いやこれちょっとギリギリだな。こぐらか。いや当たって頼む。こぐらか。これね、最初甲羅置く位置がめちゃめちゃ大事になってくると思う。なるべく高い位置から落としてみようか。この辺とか。いや違うんだって、この辺で置きたかったのよ。この辺で置いたら左側が3匹残った。でヒップドロップして残り1匹になるように。これめっちゃいい調整なんじゃない？で、右のノコノコは動いて一旦これだけ取っておこうか。でこいつを置く。でこいつも置く。いやどうしよう、これ当たらないから。これ左側で持たなきゃいけないよね。そしてここでも置く。生き返るでしょ、生き返って持つ。いやこれもう絶対クリアできたと思うよ。さあ行こうじゃないか、マル。ゴールはもう目の前だよ。ここで置く。いやまた入っちゃった。いやどうしようこれ、あいついらねえとこ行っちまったな。これいける。いやもう上に行こうか。のこのこ踏んで上に行く。タイミング見極めるね。ここみんなめっちゃいい感じに来たよ。多分これだったらもうクリアできると思う。地味に難しいんだよな。でここでも置きます。うわまたあいついらねえとこ行っちまってさ。これ上の方に行けたら楽なんだけど、この4体のノコノコを登るの結構むずいんだよな。もう勢いつけて行ったらいけるかもしんねえ。あっあっ上のあいつがここダメー。こっからがなかなかむずいんだよな。やっぱ真ん中に行っちゃうからさ。いやこれはまだいい。オッケーオッケー。今上に行ってたらさゴールできてたかもしんないね。とりあえずこれもう投げようか。1匹投げて、あーどうする、これいけない、いけないいけない、いける、いける、いや絶対これゴールできるって。こっから、はいはい、よっ
ただね、今のでひらめいたことがあるよ。右の陸地からジャンプして上の端に乗れるってことは、ここで投げるでしょ。そして三段ジャンプで上の端に乗れるんじゃねえかなみたいな。ちょっとやってってみようか。ここで1、2、3、これいけるんじゃない。よっしゃー。しゃー。オイケー。マリオタイム。見たか。これが一発マリオ名人だ。多分最速も今のをめっちゃ速くしてったっていう感じなんじゃないかな。いや、これ本当にすごく面白かったです。提供ありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。